医学部あるある、数学のセンスだけで受験乗り切った人、留年率高め。そうなんですよね。なんか医学部入った後の勉強って、まあ結構暗記メインなので、だいたいセンスじゃどうこうもできないので、医学部入った後も気を引き締めなきゃいけないですね。はい。はい、皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。本日スタートのシリーズ、ちょっと背伸びな高校数学。このシリーズは、高校数学からちょっと前に進むだけで一気に広がる世界。例えば、i の i 乗とか、ログ i、あと、sinx イコール2となる x の値。そういったものを楽しんでもらうためのものです。ちなみに第1弾で必要な知識は、sinx と e の x 乗、この2つを微分できれば十分。それでは早速行ってみましょう。背伸び。ちょっと背伸びな高校数学第1弾は、まず、超重要なテイラー展開、マクローリン展開から始まり、オイラーの公式、まあ、有名な e の i π 乗プラス1イコール0を証明し、i の i 乗ログ i、あと 3x イコール2となる x をサクッと求めていきます。はい、今回のテーマ、テイラー展開とマクローリン展開。まず、テイラー展開、マクローリン展開の、目的を最初に押さえてほしくて、それは、任意の関数 fx を x の多項式で表そうと。すなわち fx イコール a0 プラス hx プラス a2x 2乗プラス点々という形で表そうということなんです。例えば fx が x プラス1x プラス2だったら当然2プラス 3x プラス x 2乗と簡単に表せますが、本当にこの fx は何でもよくて 3x だったり e の x 乗だったりもこういう多項式で表してみようということですね。で、その手段としてあるのがテイラー展開とマクローリン展開。で、これは後で説明しますが、テイラー展開は fx を x イコール a 周りで展開と。で、マクローリン展開は fx を原点周り、すなわち x イコール0周りで展開するものなので、マクローリン展開はテイラー展開の a イコール0となる場合、すなわち特殊な場合を考えたものなんですね。なので、まず分かりやすいマクローリン展開を説明して、それを一般化したテイラー展開について説明していきます。それではマクローリン展開。まず、この a0 だったり a1 だったりを、そういった係数たちを求めていきます。で、以下分かりやすいように fx イコール cosx の場合を横に置いて考えてみたいと思います。はい。まず、この式の両辺に x イコール0を入れてあげると、f0 イコール a0。x が入ってくる項は全部消えるので f0 イコール a0 となり a0 が分かります。例えば fx イコール cosx だった場合は a0 は当然1ですね。で、最初の式を次に1回微分すると f'x はこのようになるので、その両辺に x イコール0を代入して f'0 は h、 すなわち h も求まる。 fx イコール cosx だった場合は f'x は -3x なので h イコール0となりますね。で、最初のこの式を2回微分すると f'x はこのようになるので、その両辺に x イコール0を代入して f'0 は 2a2 よって a2 も分かると。 fx イコール cosx の場合は f'x は -cosx なので、a2 イコール -2/2 になりますね。以下これの繰り返し。この式を n 回微分すると anx n 乗の項が定数項になると。で、微分されるごとに n-1n-2 と順番に降りてくるので、この定数項は an の n の階乗倍になりますね。そのためで、それ以降の項は全部 x が含まれると。すなわち式の両辺に x イコール0を代入すると右辺が n の階乗 an になって an も求まるというわけですね。もちろん、この fn 回微分に x イコール0を代入した場合は、x イコール0っていう定数を入れているので、これは定数になってますと。これで an、すべての n について係数を求めることができたので、マクローリン展開はこのようにされることがわかります。すなわち、x の n 乗の係数を求めるために n 回微分すると。その過程で n の階乗が降りてくる。で、最後に0を代入して終わりと。いうことです。で、ちなみにシグマで書くとこんな感じになります。はい。
例題 E の X 乗をマクローリン展開してみよう。はい、E の X 乗は何回微分しても E の X 乗なので、当然 F0、F'0、F'0 と永遠に全部1ということがわかります。なので、E の X 乗をマクローリン展開すると、こんな感じ。この1たちが F0、F'0、F'0 だったりに対応しているということですね。つまり、関数を何回も微分していって x イコール0を代入するだけなのですごく簡単で、ここで面白いのが f0、f'0、f'0…これらが永遠に1であるということが分かれば、この多項式を経由して fx イコール e の x 乗となることが分かるんですよ。まあこれを一般化すると f0、f'0、f'0…とx イコール0周りの情報がすべて分かれば、この多項式から fx 全体が分かるということなんですね。すなわち x イコール0周りの情報で関数の全貌を把握できるということなんです。例えばこの関数は sinx ですね。はい、マクローリン展開はfx を x イコール0周りで展開というふうに話したと思うんですけど、これは x イコール0周りの情報だけで全て fx を把握できるといった意味では実はなくて、本当は x が0付近で近似を行っているということなんです。はい、これはどういうことかというと、 x が0付近だったら fx ってほぼ f0 なんですよ。ただそれだと誤差が生じるので微小な x で補正と。ただ微小な x でも補正しても誤差が出てくるので、さらに小さい、めちゃくちゃちっちゃい x2 乗の定数倍で補正で、こんな感じでどん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 補正していくごとに指数関数的に誤差が小さくなっていくと、こういったイメージです。これが x イコール0周りで展開という意味です。で、これを理解していると、それを一般化したテーラー展開、これもめちゃくちゃ簡単に理解できて、まずは fx を a 周りの情報だけで全て理解していますね。で、さらに x が a に近かった場合は fx はほぼ fa、 ただ誤差があるからそれを微小な x-a たちで補正していってあげると、そういったイメージですね。で、ちなみに分母の n の階乗はマクローリン展開と同じく指数の n の部分が順番に降りてきた結果と。さあ、これでどんな関数、まあ、基本的にどんな fx についても多項式で表せるようになりましたと。で、これによってどれだけ世界が広がるのかといったことを体感してもらうために、次回数学史上最も美しいと言われている定理 e の iπ 乗プラス1イコール0、これをサクッと証明してみます。驚くほど世界が広がります。それではまた次回。